こんにちは。はい、豊さん。はい。はい、今日もありました、ね、侍ジャパンの試合が。はい、はいはい。まあ今日は予選の2試合目ということでね。2試合目ということでね。はい、今日は宿敵韓国。はい。もうね、もう総当たりというかね、順番に当たっていくんで、まあね、遅から早くで当たるんですが、はい、韓国と。まあ、韓国はね、さまざまなこう歴史に残るような戦い方もしてきてるし、今までね、うん、だから手の内を知るとか、ねね、こっちの手の内を見せないとか、うん、まあ、いろんな戦い方があるけども、うん、まあ、若い両チームなんで ね、まあ、ガチンコで、ね、いい試合を期待 したけども、ね、お互いがね、ちょっとこうライバル視しているということもあってね、はい、まあ、いい試合期待されますけれども、そうね、はい、まあ、今日もいい試合になりました。なりました ね、結局ね。はい、で東京ドーム、うん、ね、2試合目完敗のちんちゃんよろしくということで、よろしくお願いします。はい、はい、まずはメンバーからね、はい、はい、見ていきたいと思いますが、はい、ね、はい、昨日と違うのは指名打者が野村選手になって、うん、先発が隅田投手というところ以外は全部同じですかね。そうだね、うん、まあ岡林の内容とか、うん、まあ、佐藤の内容を見ると、うん、昨日のね、うん、ちょっと変えてくるか くるかなっていじってくるかなと思ったけども、うん、まあ岩田監督はいじらないね、なかなかね。ねえ、これはどうですか。いや別に悪くないと思うし、うんうん、昨日いい形でね、うん、試合が終われてたんで、うん、だからまあこの流れを持って、まあ、今日も挑んだというね、こう迷いがないような感じなんでしょうか。まあ、そうだね、うん、まあ、選手も迷わない、と思うわ、変えない方が ね、はいはい、ということはなんかこうチームの状況もなんかいい感じにまとまっているのかな、ね、っていうようなことですかね。まあそうだね、うん、まあ、こういう形でまとまってほしいというね、うん、まあ、願いもあると思うんだけども、ね、なるほど、はい、はい、はい、ということで試合です。はい、はい、はい、こうなりました。はい、スコアはまあ2対1で日本は勝ったんですけれども、はいはい、はい、まあそうだね、接戦地は接戦だけどもね、まあ今日も結構、はい、試合がなかなか、まあね、3回4回から動いたんですけど、うん、ね、どうなるのか、まあ、ただその隅田っていうのがね、うん、初めてのジャパンということで、うん、まあ、立ち合いにどんなピッチングをするか、うん、非常に注目をしたんだよね、うん、で、まあ、そんなに立ち上がりに苦しむようなピッチャーではないけども、うん、ただやっぱこう雰囲気だとか、うん、そういうものがやっぱ全然違うんで ね、ジャパンというのは、うん、まあ、サムライはね、うん、だからまあその立ち上がりに注目したけども、はい、よかったね。とっても良かったですよね。まあまっすぐは走ってる、うん、どの変化球もストライクが取れる、うん、まあ、ちょっと圧倒したね。空振りもね、空振りも取るし、まあ、三振も一つ、うん、初回に取ってね、うん、まあ、全くと言っていいほどバッティングをさせなかった立ち上がりだったよね。ねえ、うん、まあ、これね、先に言うと7回までは投げたんですよね。まあまあそうだね、うん、はい、それでね、はい、3回までパーフェクトね。そうなんですよね、はい、隅田がね。そうなんですよ、はい、で一方、うん、その1回の裏ね、うん、相手先発ピッチャーを攻めて、まあ、岡林がうまくフォアボールを取る。で小園の時に、うん、まあ、一球牽制の後にすぐ走るんだけどもさ、はい、まあ、リクエストもありながら俺はセーフじゃないかと思ったんだけど、まあ、まあ、際どいというところで、まあ、でもリクエストでね、アウトになったということは、うん、やっぱアウトなんだろうな。もともとセーフの判定が覆ったということになりましたね。まあ、そうだね、うんうん、で昨日もそうなんだけどもさ、はい、走った後に、うん、まあ、森下のホームランが出るとか ね、 そうですよね。まあそのミスをみんなが助けていって言ってる、うん、まあ、これが初回にも出る、はい、まあ、岡林が盗塁失敗、うん、で小園がライト前、堀下がセンター前、うん、牧がレフト前、はい、でこれでワンアウト満塁作るんだよね、うん、ああこれを見るとまとまりがあるチームだなっていうふうに思ったの、うん、ただ佐藤が三振、うん、で万波がセンターフライで、これやっぱりね、初回にね1点でもいいから取っとかないとなっていうような、なんかちょっと嫌な感じになりましたね。いや嫌な感じの、隅田が良かっただけに、うんうん、あ、隅田の流れで取るのかなと思ったらちょっと嫌な感じで2回表だったんだけど、うん、まあでも隅田が3回までパーフェクトに抑えるというね。そうですね、はい、2回もね、もう3人で、まあそうそうそう、ね、まあパーフェクトだからね。そうですよね。まあ牧のファインプレーもね、そうですよね、もうファーストゴロあったんだけどもね、うん、そういうことにも助けられ、うん、パーフェクトで立ち上がっていったという、はい、で3回、はい、裏、うん、岡林がねまた先頭打者でフォアボールで、ここで小園、うん、
ライト前にヒット、うん、これやっぱり小園はバットコントロールがいいというかさ、うん、やっぱりよく考えて引っ張れるボールも待ってたし、うん、まあ、引っ張ってノーアウト1・3塁を作るんだよね、はい、うん、でこの1・3塁の時に、うん、韓国ベンチはゲッツー体制、はい、まあ1点やってもいいですよみたいな、うんうん、まあまあ立ち上がり3回だからね、うん、まあ、そういう守備隊形は引く、はい、ね、これはもう当然なことかもわからないけども、うんうん、で森下、はい、やっぱ森下もね、やっぱ成長してる、何でもかんでもいかなくなった。イメージはそういうことがありましたよね、結構振っていくっていうか、そうそうそう、うん、だけどね、我慢ができるようになってきてるよね、うんうん、そこでフォアボール、はい、でノーアウト満塁、はい、あ、ここでこう打線がつながれば大量点になるなっていうふうに思ってたんだけども、うん、やっぱ牧をね、うん、インサイドまっすぐ詰まらせて、うん、6-4-3 のダブルプレー、はい、この間に岡林がホームを踏んで、まあ、1点先取するんだよね、はい、ただね、これがっかりされる方もいると思うんだけども、うん、国際試合ってやっぱ初めて当たるピッチャーだから、うん、なかなかわからない部分があるんだよね、うんうん、捉えきれない、なるほど、まあ、その中でこういう場面でも牧が三振しちゃうと、うん、やっぱ次のサトテルが、うん、プレッシャーかかったりとか、万波が打てなかったりとか、うん、まあ、そういうことは連鎖で出てくるんだけども、うん、だから牧がね、ゲッツーだけどよく1点先取点を取ったと思うよね、うんうんうん、だからこれは攻められないんだよ、三振しちゃいけない場面で前に飛ばしてゲッツーでも1点を取れたということがね、うん、で続く佐藤、ね、ランナーサードに置いてまた三振という、はい、いうことで、まあ、1点は取れたんだよね、1点ですけど、まあ、1点は取れたということですね、はい、1点は取れたんだよ、ただこの1点でいいのか、うん、まあ、それとも1点取ったけどがっかり感が残るのか、うん、まあ、4回表だよ ね、これが、はい、まあ、隅田がどう感じたか、はい、で先頭バッターから始まる、うん、4回ね、うん、ファーストゴロ、うん、ね、隅田がベースカバーを遅れる、うん、まあ、遅れるっていうよりはほとんど行ってないという、うんうん、これはやっちゃいけないわ、なるほど、うん、これはねどやし上げられるよいや本当に、まあ、ジャパンだから多分ねどやしつけはしないと思うけども、これは何ですか、あの単純にこのカバー遅れたっていう、あのねファール際だったんだよ、はい、ライン際で自分で判断したのかもわからない、ファールボールだって、なるほど、だから行かなかったんだけども、ファールだろうが何だろうがとりあえず行っとかないと、やっぱり右方向に飛んだ打球っていうのは必ずスタート切っとかないとさ、だからこれは基本中の基本だからさ、こういうのを怠ってるとダメだね、これはもうね、ほころびにつながる可能性がありますよね、いやだから、まあ、一点選手したものの、うん、こういう形で先頭打者を出したっていうことは非常に危ないなと思ってたの、はい、ただ2番の、バッターを高めの変化球で、うん、三振を取るという、うん、まあ、見逃した、でそれを見てもボールだけども、うん、やっぱここら辺が国際審判員だよね、なるほどね、やっぱ隅田がねこの3回までにこのピッチャーコントロールがいいとか、ああどんどんストライク投げてくるっていう印象ができちゃってるんだろうな、なるほど、だからそういうので取ってくれた、まあ、だこれは隅田がこの3回までに作り上げた審判への、印象だよね、なるほど、まあ、それで取ってくれたよね、大きいですね、大きい大きい、うん、で、3番をセンターフライに取って、うん、まあ、4番、はい、まあ、韓国の二冠王なんだけどもさ、うん、まあ、これがレフト前ヒット、はい、ツーアウト一二塁になりますね、うん、ちょっとチェンジアップが浮いたんだけどもさ、うん、まあ、角度がつかなくてよかったなっていうような当たりだったよね、うんうん、で1・2塁になった、はい、ああこれ自分のミスからね、うん、ピンチを招いてどうかなと思ったら、まあ、次のバッターをピッチャーゴロというね、うん、まあやっぱこう調子も良かったんだろうけども精神状態も落ち着いてたなっていうような感じがするよね、なるほど、はい、はい、で4回裏、はい、ここですね、うん、そういうピンチを切り抜けた後に、うん、万波がセンターへバックスクリーンに放り込んでくれたという、もう昨日といい今日といいこうただのソロホームランではないっていう、うん、やっぱね、マンちゃんってね、なんか持ってるないや、春に優勝した侍のね、うん、サポートメンバーで、はい、ジャパンのユニフォームを着て、うん、手伝いに行ってて、うん、で打席が回ってきてホームラン打ってるし、うんうん、でオールスターに出て MVP も取ってるし、うん、だからこういう舞台で万波っていうのは
結構輝くね。ねまあそういう人っているんだよね。そういう大会に強いとかさ、そういう目立つ試合に強いとかさ、だから万波ってやっぱスター性があるんだろうなっていうふうに感じた。うん、この一発で。一発でね。はいはい。まあ本当にね。うん、わーってなりましたよね。いやなるなる、やっぱ度肝を抜かれるというかさ、うん、まあそういうことを、そういう当たりを打ってくれるよね。はい、はい、それで1点入る、はい、1点入って2点、はい、まあ大きいよね。牧野先生があったけども、うん、やっぱこう形的にはね、そんなに褒められたような選手点ではなかったけど、うん、まあ万波が打ってくることによって、まあ、2点差に開いたというのは素晴らしく大きな、はい、ホームランだったと思う、うん、で6回、はい、ね、韓国の攻撃ね。韓国の攻撃、うん、ね、2番の2番バッターがライトにヒット、はい、これね、ワンアウトの時ね、そうそうそう、うんうん、あのチェンジアップをねちょっと狙い打たれるようになったんだよね。まあ結構変化球が多かったんで、まあ、変化球に絞ってきたかなっていうふうに思ってたんだけども、うん、2番が出て3番との間の時に、うん、エンドラン仕掛けてくるんだよね。でもそれはあの三遊間に飛んだボールをサトテルがやっぱこううまく処理をしてくれて、うん、まあランナーセカンドには残るんだけども、はい、ピンチを未然に防いだと。で先ほど打たれてる、まあ、2冠4番のね4番の2冠王のバッターのところで、うんうん、吉見コーチが行くんだよね、ピッチャーのところ、ピッチャーのところにね、うんうん、だからここら辺がねやっぱ繊細だというかさ、うん、緻密だというか、うん、だから非常にこう慎重にことを進めてるなっていうような感じがするね。でそれがすごく大事だったりするんでしょうね。いやまあそういう間っていうのはすごく大事で ね、 で先ほどそのチェンジアップをね打たれてるから今度まっすぐで力勝負に行くのかなっていうようなことは考えてたのよ、うんうん、見ててね、うんうん、それは吉見コーチが帰った後にどういう配球になったかっていうと、やっぱ今度はねチェンジアップを低めに低めに集めるようにしたんだよね。多分ねバッターも今度前の打席にチェンジアップ打ってるから今度ある程度速いボールも使ってくるかなっていうことは考えてたと思うんだよ、うんうん、でもそこで高さだけ間違えないで低めに投げろ低めに投げろっていうような、まあ、そういうことを指示したんだと思うよ、チェンジアップ、うんうん、でやっぱまっすぐを向こうが多分待ってたんだろうね、うん、そのチェンジアップに全然合わなかったね。なるほど。で見事に、ショートゴロで打ち取って、はい、うん、まあピンチをしのいだという。あ、だからここら辺はやっぱりこうチーム一体、まあ、コーチベンチも含めてね、うんうんうん、なんか試合に入り込んでるなっていうような感じがした。なるほど、はい、はい、で8回、うん、8回表の韓国の攻撃、はい、はい、でここで横山ね、ピッチャーが隅田投手が変わって横山投手が変わるんですよね。まあロッテね、うん、まあ先頭出して三振取る、はい、まあ、ボールに力あるなと思ってたんだけども、うん、まあ9番バッターにフォアボールという2人目ね、はい、うん、で1番に戻って、はい、レフト前ヒット、うん、ワンアウト1・2塁になりますね、はい、うん、で横山ね、うん、非常にボールは素晴らしいのよ、うん、まっすぐは。ただやっぱね、はい、変化球の精度っていう、また変化球のキレっていうのが悪いんで、うん、だからカウントを悪くしちゃうんだよね、変化球を使うと、はい、でやっぱねカウントが悪くなったら頼るボールはまっすぐしかないわけ、うん、はい、まあ、そうなった時にちょっと危ないなっていう感じはした、うん、なるほど、まあ、結局0点には抑えるんだけども、うん、課題としたらやっぱどっちが来るかわからないよっていう配球、うん、そういうピッチングをしないと、うんうんうん、なるほど、国際試合では特にね分かりやすくなってしまうと狙われてしまう、そうそう、うん、だから力のあるバッターが多いだけに、はい、やっぱ一発を食らう可能性が出てくるし、うん、だからまっすぐはね本当に素晴らしいボール投げるよ、うん、だからそこら辺はね課題としてやってほしいなっていうふうに思うね、はい、はい、で8回裏の2本の攻撃ね、はい、はい、小園が三振した後に、うん、まあ、森下がライト前ヒット、はい、で牧が三振、はい、牧はちょっと状態悪いなと思って、うん、で里輝がライト前ヒットで、うん、まあ、1・3塁2アウト1・3塁を作るんだよ ね、うん、で万波、はい、期待したけどさなんか当てたような、うん、どうしちゃったのっていうような、まあ、セカンドゴロを打ったんだけど、うんうんうん、まあ後で言うか、まあだからここら辺ちょっと期待したんだけどもさ、なるほど、うん、ちょっとがっかりしたという攻撃だったんだよね8回ね、はい、うん、で9回、うん、まあ田口が出てきた抑えにね、はい、
で、ツーアウトをポンポンと取って、うん、ピンチヒッター、うん、代打ね、6番に使ってくるんだけども、はい、ここでツーアウトランナーなしから3ボールまで行くんだよね、うん、3-1 になってから、うん、まあ、ホームランを打たれるんだけども、はい、これはもう完全にまっすぐ狙いでまっすぐ投げて、うん、ホームランを打たれたという、うん、だから国際試合って本当怖いんだよね、うんうんうん、こういうところで一発が飛び出したりだとかさ、うんうんうん、だからまあ横浜の時にも言ったけど、うん、やっぱこれをね、狙ってるところに投げるとやっぱこういう危険性が、まっすぐを待ってるバッターにまっすぐ行くと、まあ、完全にやられる時があるというね、うん、まあ、見本のような、まあ、ホームランだったけども、なるほど、まあ、ただ次のね、うん、バッターを三振に取って、はい、まあ、ゲームセットになったという、うん、ことだったんだけどもね、はい、まあ、今日のね、日本の良かったところって、まあ、非常に守備が良かったよね、うんうんうん、まあ、里照にしかり牧にしかり、はい、まあ、門脇がちょっとエラーをしたんだけど、うん、まあ、それはセカンドの不慣れな部分、はい、まあ、これが出たかなっていうようなね、うんうん、まあ、そんな感じもしたけども、うん、まあ、相対的にはよく守ってたなっていうような、うん、まあ、ピッチャーを中心に、そうですね、うん、ただ攻撃面でいけば、うん、やっぱ 1,2 番が盗塁を仕掛けてるんだよね、うん、それが2つともアウトになってるという、うん、だからここら辺はもう少し精度というか、まあ、走ったら必ず国際試合ではセーフになるというね、うん、金子コーチもタイムを測ってるんだよね、うん、一生懸命クイックタイムとか、はい、だからそのタイムでいけると思って生かしてるわけだから、はい、それでいけないってなるとちょっと困るなっていうのと、うん、で里輝がね、うん、2三振の後に初球の変化球に手出して、うん、まあ、ライトフライになってんだけど、三振したっていいよいくらでも、うん、だけど里輝とか万波とかやっぱ一発を期待してる、うん、ね、うん、もちろん勝負強さも打点の多い2人だから、うん、期待はしてるけど、うん、いくら三振してもいいよ、うん、ただね、やっぱ三振を切るようなバッティングだとか、うん、切るっていうのは3三振じゃ困るなみたいな、はいはい、そういうことで早打ちに行くとか、うん、じゃなくてずっとホームランボールを待つぐらいの気持ちでいてほしいなっていうのは感じた。小さくならない、小さくならない、小さくなるんだったら、ね、もう最初から小さくなって軽打に行けばいい、うんうん、だけど彼らはもうちょっと、もっともっと成長していかなきゃいけないから、三振いくらでもしていいから一発で仕留めてやるぐらいの、そのなんていうのかな、気迫を持って打席に入ってほしいなと思うね、うん、彼らの持ち味を出すためのバッティングをしてほしいということですね。そう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 、だからそこら辺がちょっと小さくなっちゃったなって、まあ、最後にね、ライト前をヒット打ってチャンスを広げることはあったけども、うん、まあそこでもホームランを狙うぐらいのつもりでさ、なんか言ってほしかったなっていうのは気はするよね。だからサトテルに小さくは絶対なんないよって、うん、そういう感じがしたね。なるほど、うん、はい、でマンチュンもホームランは打ってるけど、うん、最後の打席、なんか集中できてなかったんだろうね。当てたようなのがなんかセカンドゴロ打ったというか、うん、まあ、タイムリーを狙いに行ったかもわかんないけどもね、うん、いやいやそうじゃない、スタイルは変えなくていいから、その中でタイムリーを打ってくれたらいいよ。なるほど、だから打ち損ねがヒットっていうようなね、うん、まあそんな感じでもいいかなっていうふうには俺は思った。はい、はい、まあでもね、うん、まあ連勝ということで、うん、まあこれで決勝にね、うん、行けるということだよね。ね、で今日のヒーロー、はい、豊の今日のヒーロー、はい、ね、隅田ね、あ本当に良かったね。いやなんか今まで見た中で一番良かったような気がするほどの、まあそうだね、うん、まあ看板のちいちゃんも言ってたけど、うん、こういうピッチングはしたんだろうけども、うん、したことはあるんだろうけども、うん、なんか気持ちも含めて、うん、トータル的に考えたら今日が一番じゃなかったかって言ってたけども、そう思いましたね。あ、やっぱりその通りかもわかんないね。なんかこうね、マウンドでもすごく堂々としてるように見えたし、ね、とてもかっこよさが増してたというか、まあそうだね、うん、何よりもやっぱテンポが良かったよ。そう、で向かっていけてるしね、うん、はい、だからその辺のテンポの良さもこう精神面の表れなのかなって思うような内容でしたね。もう今日7回投げて77球3安打7三振、はい、まあ、1つねデッドボールがあったんですけど、まあ そ, うね、それだけでフォアボールなしということでね、うん、まあ、見事なピッチングだよ、うん、ね、うん、だから本当にあのね、あの流れを
全然渡さなかったというね。まあ一つだけもったいなかったのはベースカバーだけ。ああね、さっきの何やったりだったやつね。そう、うん、あれがアウトにしてたら満点だよ今日なんて、ね、うん、今日は95点、あのベースカバーがね、そう素晴らしかったですね、まあ、素晴らしかったね、うんうん、で明日はオーストラリア戦、はい、ということで、明日って少しメンバーをいじってくるかなかな、うん、あの出てない選手とかいるんで、明日はしかも昼ですね。そうそう、12時からね、試合が12時からね、はいはい、これ連戦野手とかね、うん、連戦で明日はもう夜終わったら昼からって大変ですけど、まあ大変だよ ね、まあ、大変だけども明日はねもう決勝に行けるんで、うん、ちょっといじってくるかなっていうような、あのちょっとあの試しじゃないですけど、そうそうそう、こういうのはどうかなっていうのとか、うんうん、まああるかなとか思うよね。なるほど。まあ例えば森下が8回にね、うん、ワンアウトから出た時に、うん、まあ、ダイソーを使ってみるとかさ、はい、で仕掛けてみるとかさ、うん、まあ、そういった動きがどん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 出てくるかなっていうね。なるほど。ただ井端監督のやりたい野球は全くまだできてないね、うん、やっぱ盗塁が成功したりだとか、ね、エンドランが成功したりだとか、うん、まあ、いろんなことがこう動きの中で増えてきて成功が増えてくると、まあ、井端野球っていうのがなんかこうどんどんできてくるような感じはするけど、ね、なるほど、はい、まあ、それができない中でも2勝してるっていうのはね、そういいスタートですかね。あ、そうだね、うん、はい、はい、まあ、また明日オーストラリア戦、うん、まあ、12時からですから、12時ですよ、はい、泣いたじゃないですよ、はい、お昼ですよ、ね、みんなテレビでも応援しましょう、うん、そうですね、ね、はい、はい、ということで、うん、連勝を飾ったゲームをお伝えしました。はい、はい。